今日まずはすから開幕する有田冬季多くの人出が予想される中、会場では来場者を迎え入れる準備が、着々と進められています新型コロナの影響による中止を経て、3年ぶりに開催された去年の有田陶器市は、事前の予想を大きく上回る122万人の人出がありました。 冬季市の開幕を明日に控え、有田町では出店者が商品を一つ一つ吹き上げきれいに並べるなど、来場者を迎える準備に追われていました。飴対策というか、ですね。品物出しながら準備をいたしております。きれいにお客様が喜ばれるように磨いておきながらね。<laughs> 会場にはおよそ420店が出店する予定で、去年と同様120万人以上の人出を見込んでいるということです。有田陶器市は明日から来月5日まで開かれ、特設ホームページではウェブ陶器市も同時に開催されています。JR 九州によりますと、西九州新幹線と長崎本線の特急はゴールデンウィーク期間中、下りが来月3日、 上りは5日が混雑のピークとみられています一方、県内の高速道路は上り下りともに来月3日が渋滞のピークとみられています渋滞緩和のため、ゴールデンウィーク中は休日割引が適用されません